BMW600 はドイツの BMW が製造、販売していた小型自動車である。1957年8月に発表された。正面の造形はリセッタによく似た卵型で、前席には正面から上降するスタイルもリセッタと共通である。リセッタと比べるとボディサイズとホイールベースが延長され後席が追加されて4人乗りとなり、後席の上降用には 右サイドのみにドアが一つ追加されている。エンジンは同社のオートバイである BMW R67 に搭載されていたエンジンをベースとした 582cc の空冷水平対向2気筒オフエンジンを搭載しリアエンジンリアドライブ方式とされた。トランスミッションは4速 MT が搭載された。最高出力は 19.5PS で最高速度は 時速 103km だった。後軸クリの拡大に伴い、イセッタには搭載されなかったデファレンシャルギアが搭載された。リアサスペンションには三角形セミトレーリングアームによる独立喧嘩方式が採用され、セミトレーリングアーム式サスペンションはその後の BMW の多くのモデルに採用されることになった。フォルクスワーゲンビートルの影響と1950年代後半に、 なってくると安価なモデルに対する興味が失われたことで600の生産台数はあまり伸びず、総生産台数は34,813台だけだった。1959年11月に生産終了し、後継者は BMW700 である。ありがとうございます。